富士通が16日、女子バスケットボール部に昨年まで所属した田中真美子さん。27、え、お祝いのコメントを出した。富士通レッドウェーブでの活躍を通じてたくさんの人に元気を与えてくれた田中真美子さんの新たな門出を心よりお祝い申し上げます。新しい人生のステージがお二人にとってより素晴らしいものでありますようお祈りいたします。 連日15日、大谷翔平投手、29、が今季加入した米 MLB、大リーグ、ドジャースが、新妻とのツーショット写真を初めて SNS に投稿した。米大手メディアの CNN や AP 通信などは、大谷の妻は田中真美子さん、27、で、かつて女子バスケットボールの W リーグ富士通の選手だったなどと報じていた。 バミコさんは東京都出身で、東京聖徳大高から壮大に進学。3年時の17年ユニバーシアードで銀メダルを獲得した。19年に富士通入社。21年8月にはアジア杯の日本代表候補に選出された。23年に現役を引退。現役時代のサイズは180センチ。